ダイナマイト小林。ダイナマイト小林だ、顔が赤い。ダイナマイト小林。アイセンよろしくなす。はい、相手が選んでおります。どっちでもいいです。ダイナマイト小林、対戦しようぜ小林。おお、クリッターからサーチができるから強い。勝ちです。勝ちまである、勝ちまである、勝ちまである、勝ちまである。ガンブセガンブセ、ハーピーでし、ハーピーでし。でハーピー恐れてたら始まらないデュエルというものは。わ、またか。あ、待って、びっくりした、またバグったかと思った。大丈夫だった、よかった。ここハーピーだ、ハーピーじゃなければ何でもいい、何でもよくない。ハーピーでし、キラートマト、いいカードだ、いいカードだ。殴ってくる、殴ってきますよね、そうですよね。クリッター効果発動するぜ。ウリアを持ってこさせてもらうぜ。強すぎー、強すぎー。メイン2伏せで、ウリアで割れる。メインフェーズ終了前、キャンセル。エンドフェーズ、神の恵み、神の恵み、チェーンは別にいい、チェーンせずに OK。 はい、ドロー、マジックジャマー、神の恵みで500回復させてもらいます。アポピスの献身を召喚するぜ。こいつも召喚するぜ、メタルリフレクトスライム。別にチェーンする必要はなかったけど、もうめんどくさいからこのまま一緒に発動するぜ。あ、メタルリフレクトスライム、アポピスの献身。そして場の永続ワーナーカード3枚を墓地に送ることにより、俺はウリアを攻撃表示で特殊召喚、そしてウリアの効果で、ハーピーでもよかったけど安全に行くならこれでいいんです。マジックドレイン、こちらマジックジャマーをもうメイン1でセットしちゃおう。いきます、ウリアの攻撃です。墓地の罠の数かける永続罠の数かける火力が1000ポイントアップ。いきなり3000は強えぞ。キラートマト帰ってくるけど、所詮キラートマトじゃ。もう強いよ、手札が限りなく、限りなく手札はなくなったけど強い、強すぎ。ウリアの圧倒的火力、強すぎ。毎ターン魔法トラップ割れるのがえぐいわこいつ。 DNA 改造手術、このデッキでパーフェクト機械王さんが入ってるからな。サブプランパーフェクト機械王さんが入ってるから、サブプランを使うまでもないぜ。ウリアで殴らせる、クリッターか、なるほど。向こうだが手札が結構潤ってくるな、手札が潤ってくる感じ。マジックジャマーがついてる俺には、いざという時はウリアを守れる構え。ダーエンド、ダーエンドじゃ。なんか向こうが悪いことしそうだったら俺は DNA 改造する、 DNA を改造する。機械王さん必要です。死者蘇生から機械王で、あの相手の場の機械族の分も火力が上がるからめちゃくちゃ強い。パーフェクト機械王は、パーフェクト機械王ガチです。ちなみにガチです。あ、リビングデッドね。でまだ機械王落ちてないからな、機械王な、落ちてないからな。ウリアでちょっとずつ殴るしかないな、モンスターがいねえんだよ。モンスターが足んねえ、モンスターが足りないんでね、クリッター。また君が、で向こうのまだメインアタッカーみたいのが見えてないな。クリッターでひたすら繋いでいくということかね。だがその作戦もいつまで持つかの。何が来る、いやでも手札もう7枚もあるぞ向こう。まだまだ耐える気かね。こっちモンスターひでえな、そろそろモンスター頼む、モンスター頼む、モンスター頼む、モンスターを頼むぜ。黒き森のウィッチいいんじゃないでしょうか。ただキラートマトを超えられない。ウィッチでどうせあれクリッターだから殴るか。いやあいつ絶対クリッターですよ。ウィッチさん殴ってやりましょうよ。そうね、あれは絶対クリッター。
お前は絶対クリッターだ。違う。罠回収くん。え、罠あんの？わ、マジックドレインね。なるほど。なるほど、面白い。ただ、ウリアで破壊ができる。あいつはウリアで破壊することができる。もう殴っていいのか？ワンチャン次までやるけどね。いや、殴ろう。進むのみ。全速前進だ。進みましょう。次進みましょう。キラートマトが切れるまで。あと、ウィッチが、まあ、ウィッチは倒されていいんだ。俺の手札が潤うから。ウィッチからメタモルポットを持ってきて手札補充してやるから。向こうの手札8枚ある。いいのか、お前伏せきれなかったら手札が6枚になる。サイクロン。おう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 。サイクロン、マジックジャマーは別にここに対してはね、使わないでしょうね。はい、しょうがない。あ、てか今これリビーで使えた？俺が罰をしたから使えなくなっただけ。キラートマト守備。いや、リビーでモンスターが、あ、クリッターいたけど使えなかった。俺が多分ボタン間違えたわ。終了 OK。手札6枚に調整してきたな。マジックジャマか。あまりいいじゃんの。まあこれもうちょっとずつ殴るしかないのよ。ウィッチ。ウィッチ。クリッターだよな。向こうの敵まだわかんねえな。だからあの、なんだ、コザッキーコザッキーだと。コザッキーのデッキってなんだ。ジャイアントコザッキーみたいな。あれぐらいしかわからないな。罠が落ちたから、連続罠が落ちたから、ウリアの火力、コザッキーさん、しかもなんか光ってるよ。光ってるコザッキー出てきた。コザッキー、コザッキーのデッキわからないな。K、K ってそ、コザッキーの K。ダイナマイトコザッキーってこと？自爆ス、自爆、でも自爆スイッチは実装されてない。貪欲の壺。コザッキー、ジャイアントコザッキーか、何か来るか。はい、いや、いいわ別に。マジックジャマーで止めない。ほら、2枚引くがいい。お前手札多すぎだろ。手札多すぎんだろ。はい。魔界言語の研究に全てを捧げている猛烈悪魔。うわ、ハーピー。ハーピーは別にいいか。別にいいな、ハーピーは。別にいい。火力が上がるから。ウリアの火力が上がるから。別にいい。ジャイアントコザッキー、こいつ何？コザッキーがフィールドに存在しない場合、このカード破壊される。このカード、フィールド上の表側表示のこのカードが破壊された場合、コントローラーにダメージを与える。そのコントローラー、このカードの元々の攻撃力分のダメージを与える。デメリットがでかすぎる。ジャイアントコザッキーのデメリットがでかすぎるよ。お、いっぱい伏せておるの。だからハーピー、あ、でもマジックドレイン入ってんのか。マジックドレイン入ってそうだな、あそこの中に。うわぁ、巨奪！帰ってきた。帰ってきちゃった。もう最悪って感じ。ハーピーの羽根儲け撃っちゃう、もう撃っちゃう。マジックドレイン、マジックドレイン。でも俺魔法捨てないといけないんだっけ。死者蘇生は捨てたくないね。え、な、手札何でもいいの。手札から魔法カード1枚捨てて死者蘇生は無効化したくないね。いいえ、いいえ。死者蘇生いいのか。向こうは死者蘇生別に良かった説あるな。まあ伏せときましょう。伏せ、伏せ。やっぱサブプランで行くしかないか、これ。サブプランで行こう。パーフェクト機械王さんを呼べ。パーフェクト機械王さんを呼べ。メタモルポットで落ちちゃうから。サイクロンで死者蘇生が破壊される。マジックジャマー手札を1枚捨てるか。もう捨てる手札だからいいか。マジックジャマー、このカード守らせてもらう。どうせウリア落ちる。お主のサイクロン不発に終わらせてもらおう。よし。どの道捨てる手札じゃ。発動してしまえ。いや、機械をサブプランで行くか。でも機械用が見えない。2枚入ってるはずなんだけどな。いや、ここで引こう。ここで引いてなんとか手札から落とそう。よし、向こうの小崎落ちた。機械王さん、機
介護さん不在だけど永続穴3枚来たからクリッターでまたいけるな。2枚目がいける。向こうめっちゃ伏せてる。向こうも手札が潤ったのは同じというわけか。なるほど、面白い。面白いよ小崎くん。リフレクトスライムで最強になる俺の人生。はい、OK。 はい、OK。 はい、OK。 何度でも行く。何度でもだ。何度でも行く。俺は止まらねえからよ。止まるんじゃねえぞ。ウリアがサーチできる。死者蘇生いけないよね、これね。のみ特殊召喚だもんね。ウリアは蘇生できないと。おお、怖い怖い。まずいよ。これ辺が破壊、ハーピー系で破壊されたらまずい。判定召喚に成功。な、殴ってくる気かの。あやつ。バグが殴ってくる気が。いや、こいつは取られていい。こいつは取られてよくて、取られていいんです。クリッター。ウリアを持ってこい。よーし。あれ、ラストウリアじゃん。2枚しか入ってないの、この駅。ちょっと、2枚しか入ってないんだって。まあ、そこはね、許可できない。許可しない。メダリーフルクトスライム、守備3000は突破できないんじゃないか。突破できませんよね、このカードはね。無理ですよね。殴ってもいいんですよ。考えておるな。神の恵み使ってリビーで取っといて、アポピスの化身とメインフェーズ終了前キャンセル。エンドフェーズ、エンドフェーズには恵みを打ちます。恵み打ちます。回復します。失礼します。で、自分回復します。で、ウリア2体目出るけど巨奪される可能性ある。巨奪の可能性 is あるけど、それをね、恐れていては前に進めないんだよ。俺は前に進む。俺は前に進む。俺は前に進むんだ。ウリア行け。ウリア置く位置はどこでもいい。1枚2枚3枚いける。ウリアの火力とんでもねえぞこれ多分。うわー、発生やめて、お願いやめて、飛ばさないで俺のウリアを。飛ばされてもまだ2枚あるのか。スキルドレインはやばいぜ。お、やっべえぞスキルドレインはやっべえぞ。お、やっべえぞこれ。お、これマッチーぞ。おやべえぞい。ピッコロこれマッチーぞい。どうすんのこれ。やばいしやばい。死者蘇生あるけれども、小ザッキーが返せない。小ザッキーが返せない。これスキードレはまずいですね、これね。非常にね、非常にまずい。いや、パーフェクト機械王さんを出すしかない、やっぱりサブプラン。やばいよ、やばいってこれ、やばいよ。攻撃力がゼロになっちゃいました。小ザッキーが強気になった。小ザッキー強気になるな。小ザッキーさんが殴ってくる。くそくそ、おのれ小ザッキーの分際でわしのウリアを殴ってくるのは。キラートメイドさん助けてください。何がいける。キラートマトにつなぐか。ここもうしょうがねえんだよな。でパーフェクト機械王さんどこ行ったんだよ。落とす手段がねえんだよな今。 C のマジックボックス。コザッキーくれる気。え、でもあれさ、ジャイアントコザッキー生存できないんじゃないの。どういう感じの効果が分かせるんだけど。いや、クリッターか。これ何、どこにいなくなったら。フィールド上、フィールド上か。フィールド上にいない場合か。くっそ、いなくならせてやる。でもさ、さっきさ、地獄の扉ご指示見えたからさ、これ2500万俺に飛んでくる可能性あるんだよな。怖い。てか、スキルドレか。あ、そうか、スキルドレあるから生きてんのか。なるほど。スキルドレかよ。やばいの、これの。俺ちょっとまずいの。守備表示。スキルドレをまずなんとかしないといけない。2500は強いぞ。2500、ファラオがいてくれたら。こんな時、ファラオ様がいてくださったら。ファラオ様がね、いてくださったらね、頼もしかったんですけれどもね。小ザッキー耐えろ。小ザッキー耐えろ。今は耐えろ。やばい、すごい、すごい考えられたデッキだぜ。
2500受けよう。とりあえずハーピー系か、ハーピー系か、魔法トラップ割る系か、サンダーボルト系引きたい、引きたい。あー、改造してる場合ではない。死者蘇生で何かもうキラートマトかなんか蘇生するしかないな。死者蘇生しよう。死者蘇生、なんかいない、いねえ、ろくな奴らがいねえよ。キラートマト蘇生するしかないな。ろくな奴らがいない。この辺は使えはない、ろくな奴らがいないんですけど。守備表示守備表示エンド。まあ、これ取られる。キラートマトからキラートマトがもう一枚デッキに入っている。そこを受けよう。パーフェクト機械王さん頼みます来てくださいよ、パーフェクト機械王さん。キラートマトに繋がった。あとデッキ何枚？15枚。あ、クリッター特攻してくる。カーモンクリッター。でも何が来るかわからねえな、これ。何が出てくるんだ。お前もキラートマトか。やばい、キラートマトの打ち合いになったら俺の負けになる。コザッキーを倒せるカード、何でもいいんだ。コザッキーを倒せるカード、ミラーホース、ミラーホースが好ましい。ミラーホース一番好ましいな。引け、機械王様。機械王今手札から落とせねえんだよな残念ながら。いや、ここはもうこうしてキラートマトぶつけに行く。ぶつけに行くメリットとは、ぶつけに行こう。てか効果出ねえんだ、どの道。月奴隷があるから忘れてた。よいしょ。いや、機械を効果使わなくても素の火力が高いからジャイアントコザッキー取れるんだよジャイアントコザッキーを取れる火力を持ってるのは俺のデッキにはパーフェクト機械王さんしかいないんだよエンドします。さっきあれか、墓地へ送られる効果だからいけるのか。墓地効果だからいける、把握で。俺今何をしてたかわからない。今ここ数秒の記憶がないんだけど、俺何してた。罰をしてた。俺ここ数秒の記憶がない。俺はなんか何の操作をしてたか覚えてないけど、とりあえず殴られよう。黒木の森のウィッチで機械王さん来てくださったんですねいたところでお前がいや、これをなんとか落としたい。オロマイが入ってた気がするんだよな痛いな。オロマイでやるなら手札に持ってきちゃダメじゃない。でもライトニングボルテックスも入ってた気がする。それで落としに行くしかないな。でも魔法トラップが向こうも怖いですよね。また手札に戻されたら機械王先生はちょっと大変なことになっちまうよ。機械を助けてくれ機械王、パーフェクト機械王。うわあやばいよ。いや、もうリビデでなんか蘇生するしかないな。助けて機械王、助けて機械王、助けて機械王、パーフェクト機械王さん助けて助けて。残り12枚の中に攻略の鍵は入っている。助けて機械王先生。とりあえずリビングデッド、とりあえずリビングデッド。まあ、ここはとりあえず発動はします。リビングデッド発動する。呼ぶモンスターに全てがかかっている。キラートマトしかねえな、キラートマトしかねえんだよキラートマトしかねえ、ないんですよ生き延びられる可能性があるのは助けて助けて。で、ここ超える。効果出るよね、俺がさっき押しミスしてたなら出るよね。あー、まだ耐えだね。耐えた耐えたけど耐えたけれども、なんとかなって頼む。本当にパーフェクト機械を助けてパーフェクト機械を、機械王の可能性にかけて俺は
デッキに一枚沈めておく。頼む頼む。頼む。うわあ、まだまだ持ちこたえたか。まだ耐えたな。まだ耐えたな。耐えたけれども、耐えたけれどもだよな。あとトラップモンスター1体くればパーフェクト機械を通常降臨あるか。トラップモンスター、あ、なんかゾーマみたいのがいるな。資料ゾーマみたいなやつが一枚見えてない。ゾーマでワンチャン。ゾーマワンチャンだな。まだいけるな。まだまだあるな。まだあるまだあるまだある。まだまだ参える。あとトラップモンスター、トラップモンスターで一気に特殊召喚する感じなら生贄召喚までつながってなんとかなるな。あぶねえ、耐えてる。俺わしは死なん。わしはまだ死なん。多分9枚だ。もうそろそろ引けてくれ。キーカード引けてくれ。俺は小崎にはやられない。俺はね、命をつなぐ。泥臭くてもね、命つながせてもらいますよ。悩んでおるな。ただサイクロン系撃たれたらこいつ死ぬ。めっちゃ悩んでるな。向こう手札いっぱいあるからな。でも魔法トラップゾーンがお前埋まってもうどうしようもないんじゃないか。打ちたいカード打てないんじゃないですかね、小林さんよ。いや、小ザッキーの系だったかな。死のデッキ赤いウリス、パーフェクト機械王さん。パーフェクト機械王さんがやばい。パーフェクト機械王さん、そんなー、パーフェクト機械王さん、あぶねえ、デッキに1枚残してたら助かった。やばい、パーフェクト機械王さん。あ、でもこれいいのか。いや、いいんだ、蘇生できるから。いや、いいんだいいんだ、殺していいんだ。殺していいんだ。そう、殺していいんです。ただリビングデッドがあと何枚あるかな。いや、殺していいんですこれ。悲しいんだけど、あとリビで1枚入ってるぞ多分。入ってる、いい、逆にいい。逆にいいぞ。逆にいいまであるぞ。リビで引けない。うわ、どうするこれ、どっちだ。うわ、伏せていいのか。神の御神、伏せる。わからないですこれは。あ、待って、いや、合ってるのか。ここ魔法トラップゾーン開いてる、これ開いてる扱い、開いてる扱いだね。開いてる扱い、開いてる扱いですよね。もう出てるよね。これリビングデッド伏せられるよな。伏せられなかったらマジ沼した。あと1枚あるぞリビで。でも引くしかない。引くしかない、引くしかない。これもう助けて。デッキ、向こうのデッキ何枚あるんだよ。そもそも10枚ある。こっちのが負けてる。開いてる扱い、助かる。うわー、待ってください待ってください、本当に待って、本当に待って、やめよう、そういうことすんのやめようよ。やめようよ、そういうことすんの。あー、死んじゃうよ死んじゃうよ、僕死んじゃう死んじゃう、本当に死んじゃう、やめて、本当にやだ、死ぬ。あー、うわー、死んじゃうよ。耐えたんです、ここまで。パーフェクト機械王さんを信じて、パーフェクト機械王さん信じてたんです。好きどれが気づかったです。対戦ありがとうございました。ダイナマイト小林。